1970年、ナプテスコグループは重点放送の一連の動きをワンラインで実現するロータリー放送機の開発に成功。現在ではレトルト食品用の重点放送機で国内トップのおよそ 85% の市場シェアを獲得しています。常に時代が求める多様なニーズに応え、進化を続けるナブテスコグループの放送機。国内はもちろん海外でも、暮らしの中の便利な製品作りを支えています。